こちらは元プロ野球選手の松坂大輔さんやサッカーなでしこジャパンで活躍した澤穂さんです。スポーツ界のレジェンドたちが軽井沢町に集結、子どもたちに運動の楽しさを伝えました。指導するのは元プロ野球選手の松坂大輔さんです。昨日軽井沢町で子どもたちがスポーツを楽しむイベントが開かれ、県内の小中学生255人が参加しました。現役プロゴルファーのショットにはこの歓声。これです。子どもたちは野球やサッカー、ゴルフなどの教室に分かれて元気いっぱいにプレーしました。遠くをめがけてやるとちゃんと人の胸のところに帰ってくるってことを教えてもらいました。日本の選手がそんなに絶対にこの後見られないかもしれないので、この機会はとても重要だと思いました。イベントの主な目的は子どもたちにスポーツに親しむ機会を増やしてもらう狙いで、 SC 軽井沢クラブなどが企画。会場にはサッカー元なでしこジャパン澤穂さんも駆けつけました。子どもだけではなく保護者も充実した時間を過ごしたようです。私はちょうど松坂世代なんで、すごくもうなんか夢のようですね。本当に松坂選手に会えて、もういろんなジャンルの人たちが来てくれていましたし、こういう機会が本当に増えてくれたらいいなと今日は本当に思いましたね。子どもたちの笑顔に囲まれて、僕自身も幸せでした。チャレンジをすることによって可能性が広がると思うので、楽しく自分の好きなことを精一杯笑顔で楽しんでもらえれば何よりだと思います。子どもたちにとって忘れられない経験となったようです。